ボイスフロムオーストラリア、今週はオーストラリアからのリポートです。場所はオーストラリアの大陸南東部の都市メルボルン。イギリスエコノミスト誌の調査の世界で最も住みやすい都市第1位に選ばれました。今夜はおなじみ企画、世界の1万円です。早速ご覧ください。エルムンド恒例、世界の1万円。今回はここオーストラリアメルボルンから。1オーストラリアドルは日本円で77円。1万円やったらどう使うか街の人に聞いてみました。I think I would go to a nice restaurant and have a 3-course meal and maybe some nice wine. Fly up to Sydney for the weekend and watch my football team. Maybe spend the rest on my girlfriend. Eat. I'd probably have a barbecue. Yeah, invite some friends over and have a few drinks.ということで、正解の1万円。今回の挑戦者はこちらのご家族に決定。Hello. Hi. Hi. メルボルン郊外で暮らすティザーさん一家。早速食材の買い出しへと出発です。やってきたのは130年の歴史を誇るクイーンビクトリアマーケット。広さ7ヘクタール、東京ドームのおよそ 1.5 倍というオーストラリア最大のマーケット。食料品から日用雑貨までおよそ1000軒が立ち並んでいます。ティザーさん一家がやってきました。オーストラリアのバーベキューといえばまずはお肉。そこそこいけるもん、1万円あったら。思ったら、エビ大きい。We're gonna buy the fish for the barbecue today. 海辺の町メルボルンでは、バーベキューといえばシーフードなのだそうです。あ、美味しそう。大きな伊勢海老もあります。すっごいでかい。店員さんおすすめの天狗エビを2キロ購入。2キロ買って、2キロ。マークさんが注文したのは、夏が旬の魚、ブエダイ。そして次に向かったのは、来た、やっぱりお肉屋さん。すごいな。意外にハンバーグ取ったらハンバーグ8個入りを2パック。バーベキュー用ソーセージを20本。そしてオージービーフのサーロインの塊を2つ。やっぱな、こんなに買って本当に食べきれるの？まだまだ買うみたいです。玉ねぎ5個にトウモロコシ1キロ。さらにお母さん、まだ何か買いたいものがあるそうです。そう、セール中のサングラス。サングラス関係ないじゃん。なんでだ。焼くの。外特価の400円です。5ドル安いね。400円です。バーベキューのお買い物、締めて9700円。1万円をほぼ使い切りました。ティザーさん一家が向かったのは、メルボルンの街を流れるヤラ川沿いの公園。週末はバーベキューを楽しむ市民でにぎわいます。
公園には誰でも無料で使えるバーベキューコンロが設置されています。早速バーベキュー開始。お肉にエビ、ウェーダーエは丸ごと一匹、バターとレモンでホイル焼きに。すごいね。いいんだ。食材はいいのにさ、野菜もたっぷり。でも本当にこんなに食べきれるの？そこへ現れたのはお母さんの兄弟夫婦やお父さんの両親家族。持ってきた、持ってきた。バーベキューパーティーが始まりました。みんなが食べる間、ひたすら料理するのが男性の役目です。やっぱそうでいい。ウェダイのホイル焼きも出来上がり。あー、おいしそう。And husbands cook and wives get to sit back, have a drink and talk to their friends and relax. It's good, very, very good for wives. 1万円で15人がお腹いっぱいに。家族や友人たちと楽しく過ごす最高の休日になりました。やっぱりこのさん、バーベキューですね。ねえ、すごい楽しそうですね。嫌いなんですか、ね、個人的には家の中で食べないんですけど。いやー、オーストラリアだな。すごくなかったです。エビ買いすぎだから2キロはすごいね。なんか情報来てます。そうなんですよ、うん、で実はですね、牛肉はキロ単位で販売していて、やっぱりピザさんが言いかかったのグラムじゃない。まさかに言ったらここにはグラムという単位がないのかと。そうなんですよ、キロなんです。で、ピザさん以下が買ったのはサーロインの3キログラム、1キロあたりの値段は10オーストラリアドル、約770円。安いよね。安い。で、バーベキュー代は市が管理しており、さっきのね、公園のところですよね。で、火事を防ぐために電気製のものを使ってるんですね。ちゃんとしてる。はい、で、予約などの手続きは必要ないんですよ、うん、空いてれば自由に使えるっていうこと。いいですよね、これ用意してる方がみんな公共のもんだから、ね、汚さないようにちゃんとまた掃除するしね、後片付けもするでしょうね、うん、そうか、ちゃんとしてますね。だけど、まあ1万円で、まあ、かなりのキャパシティの料理を作れちゃうということに。世界一住みやすい都市ですから ね、本当にまさにね、そういう街だなっていうふうに改めて感じましたね。はい、はい、明日はガーデニングワールドチャンピオンがガーデニングシティとして知られているメルボンを案内してもらいます。お楽しみに。はい、